こんにちは、ゆかです。1週間以上の配信止めたくないんで、ちょっとまた頑張って急遽でまた作りました。今日は歯は大丈夫なんでモザイクの必要はなさそうです。なんとご報告がございます。私、ドイツに行くことが決まりました。1年間行ってきます。それで今はその荷造り準備で結構忙しいです。で、なんかそのビザを取るまで何をやったかとか、そういうのも結構 Vlog で残してるんですけど、今後それも配信していけたらなって思ったりしてます。もちろんドイツ行ったらドイツの Vlog も結構こう、こんな風に部屋見つけたよ、こんな風に仕事見つけたぜとかいう Vlog もちょっとやっていきたいな。結構がっつり Vlog でいきそうです。楽しみにしててね。で、今 Now で準備中で、働きながらなんで、で、私その結構その何あの結構時間をね、忙しいの。つまり私が言いたいこと、忙しい。時間を作るのが難しい。それがあって、今動画がめちゃめちゃ溜まってる。でもなんなら展示中のね、ムービーもやりたいんだけどさ、それも溜めちゃって今、スマホもいっぱいになっちゃってパソコンに写してみたい。で、なんか写真の仕事も最近、本当に嬉しいことに来てて、写真もちょっとスナップ系も多かったりするのもあって、すぐパソコンの中もいっぱいになりがちでみたいな。なんか、で、今、確定申告シーズンで、何としても私のマインドとしては、もう、あっちに届くする前に、そういう事務的なことも全部片付けていきたいから、なんかそういうこともあって、働きながら、で、なんかある程度稼いでから行きたいのね、お金を作ってから行きたいから、お休みもできないし、なんかね、結構、あんまり考えると、動機が激しくなるぜっていうくらい、ちょっと今忙しい。それで、編集もね、ちょっと落ち着かないから。ねえ。今そんなしっちゃかめっちゃかな日々です。この動画はね、結構わりかしすぐあげる。もう絶対あげるわ。はい。なんか今日は朝、ちょっと動機が激しくなっちゃって。あ、やることいっぱいだ。あ、あれもやんなきゃ、これもやんなきゃってなっちゃって、なんか、ちょっとやばいから、なんか、一回、動画撮ったら落ち着くなって思うから、やっぱ、配信って一番その、コンスタントで、一番その、納期あるじゃん。で、なんかクオリティもさ、やっぱ自分の中であるじゃん。だったから、ちょっとこれ動画撮ったらいいんじゃねって思ったから、撮ってみた。仕事中に、合間に。そんな日々です。はい、でもなんか楽しんで無理せずね、やっていきたいと思います。はい、健やかに。とりあえず、今日はそんな感じ？